ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界4月20日の出来事について触れてまいります。1968年猪木はワールドリーグ戦優勝候補筆頭のキラ・コワルスキーと前哨戦を行いました。試合は45分3本勝負。1本目コワルスキーが先取、2本目猪木がコブラツイストで取り返し、3本目は時間切れ引き分けとなりました。1968年のこの日、群馬県吉井町で行われた興行が日本プロレス最終興行となりました。同日、新日本プロレスでは猪木、坂口が久々にタッグを結成、ジャン・ウィルキンス、マヌエル・ソトと対戦しています。1981年、かつての劇画のヒーロータイガーマスクがテレビ朝日のブラウン管に再登場です。これに合わせて新日本プロレスではタイガーマスクがデビューします。1999年リックルード、2016年チャイナことジョーニーローラー、2017年上田勝次の命日となっています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。